おはようございます。速稼場の久保です。3月最後の相場解説になります。時間は3時43分ですね。ちょっといつもよりだいぶ早いんですけども、この深夜に動画を撮らさせていただいております。さあ、変わり目がやってきましたね。前回は変わり目なのかそうじゃないのかっていうところで動画を撮りましたけども、もう今ね、すでにフェーズが変わりまして、変わり目に来てるかもしれません。つまりはこれから下落が始まるかもしれません。ただその下落のね、深さが大したことなくって、そこからまた揉み合いが始まって、やっぱり上昇方面に円安の方に触れていく。つまり125円まで一回行ってますからね。125円まではまた行く可能性が結構高いわけなんですよ。でも同時に125円が限界点として、これから120円とか118円とか、こっちの方に行く可能性も今度出てきます。両方に触れる可能性が今あるわけなんですよね。一方的に上昇っていうふうに私がバイ&バイ&バイだって言ってた時とは、今だいぶ変わりました。ですんでね、ちょっと冷静になる必要があります。十分稼いだから、こういう時に焦って冷静に、冷静さを欠く必要はないでしょ。十分稼いだでしょ。十分稼いだってことはもう今休憩しても大丈夫なんで、冷静に見ることができるわけですよ。ですんで、ポジションを焦って取るよりも、しっかりとこれが今変わり目なのか、それとも継続なのかね、それをきちんと見据える1日2日、場合によっては1週間取ってもいいと思いますよ。無駄なエントリーをして無駄にお金を失うよりも、ずーっと見てるだけの方がいいです。見てるのも相場なんですよ。そしてもう一つ、不幸にしてこの一方的な上昇トレンドに乗れなかった方、つまり利益が取れなかった方、十分利益を取ることができなかった方は、余計に慎重になってくださいよ。あんな一方的な場所で利益が取れなかったわけでしょ。だからこれはね、超初心者なんですよ。超初心者で度胸もない、テクニックもあんまり入ってない。だから本当にね、今日 FX を始めましたみたいな気持ちでポチポチするよりも、今しっかり見る時だと思います。私も相場解説しっかりしますんで、あ、なるほど、そういうことだったのか、だったら今仕掛ける時じゃないよねっていう風に1週間後は分かると思いますんでね。じゃあ今日はですね、その辺も込みでお話していきますんで、画面を切り替えていきますね。ちょっと画面を切り替える準備ができてなかったんで、ちょっと待ってください。それでは日足から見ていきましょうか。3、2、1、どうぞ。はい、日足になっております。なんで変わり目が来るかっていうと、この大きなヒゲによってですね、ポジションをこの辺りで持ってた方、この辺りで新たに持ってた方が全部解放されて、あんまりね、たくさんの買いポジションっていうのがないわけなんですよ。買いポジションが解放されてなくなったってことは、売りポジションの方が強くなってるから、それが証拠に今ね、下の方に下がってるわけですよ。すでに新規の売りポジションもこれ入ってる状態ですよね。ただヒゲが出ていますよね。ヒゲがね、ヒゲが出てるってことは、決済して売りを利益に変えてる人もいるってことなんですよ。まあ、ですんで、もしかしたら今度は売りの勢力がなくなって上の方に向かうかもねってことなんですよ。上の方に向かったところで、ここにゾーンができちゃってますんでね、ここを跳ね返される可能性が高いわけですよ。となるとね、横ばいにもなるんですよ。横ばいになるかもしれないし、ここから転換して下落が始まるかもしれないし、いやいや、やっぱりもう一回買いの勢いがね、突き抜けていくかもしれないしって感じで、これはね、非常にね、分かりにくい相場になってます。ただ基本的に全体的に見ると、これからですね、上昇相場が継続するとは思いますけどね。だからそこを見極めるために、慎重に時間を使っていきましょうということですね。少なくとも今日の時点ではどっちに向かうか全く分かりません。はい、じゃあ4時間見ていきますよ。ここで警戒するのは高値圏であるってことなんですよ。だからヘッド&ショルダーを疑うんですよ。必ず常にヘッド&ショルダーを疑ってください。だから肩になりそうなところをこうやってなぞって、頭になりそうなところをなぞります。どうでしょうか。ヘッド&ショルダーができなくもないよねって形でしょ。ヘッド&ショルダーじゃなくても、ここの抵抗体をどう超えるかなんですよ。持っていたらこれね、ここにレンジができてますんで、それをね、ちょっと意訳するとゾーンになるわけですよ。だからここを抜けたら、ここまで下がるというふうに思った方がいいですね。ここまでね。そうでないんだったら、やっぱり跳ね返って改めて上昇するというふうに第二仮説を立てます。第三仮説は横に揉み合うって感じですよね。問題が先送り、ブレイクアウトの前兆ということでございます。どういうふうになると思います？私は分かりません。だからしばらく見ます。ただ警戒する要素っていうのは、ヘッド&ショルダーっていうのを代表に何点かあるってことですよね。じゃあ1時間見ていきましょう。
1時間を見ると転換しちゃったなと、1時間に限ってはですよ。これトレンドが今度ね、下落に始まってるんですよ。ここを頂点にして、はっきりと下落してますね。そこまでは上昇していたわけですよ。こう台形を作って、本来ならこっからね、変わり目になるわけですけども、そうじゃなくって、押し目になったわけですよ。変わり目でなく押し目。だからこれは結構ね、珍しいパターンですね。で、押し目になった根拠としては、一つはここに大きなヒゲが出たことと、もう一つは全時間軸が買いに入ってるってことですよ。でも今、少なくとも1時間軸は、もう下落が始まってますからね。この下落をきっかけに全時間軸を下落に押し戻すかもしれないっていうところがあります。その根拠の2つ目っていうのは、ここに大きなヒゲが出てったってことですよ。ね。だから、長いポジション、120円とか115円あたりからポジションを組んだ方が、ここで決済してますからね。もうすでに強い、買いの勢力はないってことなんですよ。すべての買いのポジションっていうのは最近の買いのポジションです。つまり、初心者の方が多いってことなんですよ。少ない金額がたくさんの口座によって発生してるってことなんですよね。ここら辺の意味わかります？ちょっと時間遡ってみましょうかね。昨日のことなんですけども、15時に確認しますとね、この台形の部分を突き破ったでしょ。だからここで一つ変わり目が来たんじゃないかなっていうふうに判断する材料になってます。一旦ここで弾かれたんですけどもね。でもやっぱりここに入っちゃいましたよね。さらに、それから数時間後を見てみますと、どうでしょうか。この台形も突き破ったんだけども、さらにこの台形の根っこのところね、ここにも達してるわけなんですよ。まあですんで、ここで跳ね返って、下に行ったものがね、さらに下に向かおうとしてるわけなんですよ。で、今、この瞬間ですよ。台形の天井を下回って、それから台形の根っこのところは超えてないよねってことなんで、横ばいに入る可能性があるっていうふうな判断をしたんですよね。難しいですかね、言ってること。どうでしょうかね。わからなければまたご質問ください。わからない方もいると思いますんで、十分。ただ、わかりやすいなって方は、どんどん増えてってるのも事実です。だから、買ってる人はどんどん増えてますね。でも、わからない。相場解説ちょっと難しいですっていう人はエントリーしないでください。とりあえず損失は抑えてくださいね。エントリーするにしてもデモとか 0.01 でいいですから。そうやって、まずは資金的に生き残ることが大事ですからね。そこを忘れないでください。ということで今回みたいな私でも迷うところではエントリーはしません。ただ仮説をいくつか立てて、どっちの方向に一番近いのかなってことをこれから1日2日、場合によっては1週間で検証しようと思います。以上です。ありがとうございました。いってらっしゃい。